みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。EXILE3 代目 JSOULBROTHERS のメンバーでソロアーティスト、俳優としても活動する岩田剛典35が7日放送の TBSA スタジオプラス金曜51-0 2ゲスト出演。MC の藤ヶ谷大輔36が所属するアイドルグループ k i s イ m y ト f t 2の印象を語る場面があった。写真 珍しいメガネ姿の岩田剛典インスタから三代目は2010年キスマイは2011年にそれぞれ CD デビューデビューの時期も近く世代も近いただ共演は歌番組などでグループとして一緒になる程度でご挨拶だけと藤ヶ谷グループ同士でというのがあるのでこうして個人個人でお話しするのは結構新鮮な感じで不思議な感じありますよねと笑った 本格的な共演は今回は初めてとあって楽しみにしていたという藤ヶ谷。アイドルってどう思っているのかなとか皆さんから見たキスマイってどう見えているのかなって聞きたかったと話した。岩田はキスマイはずっと見てますよ今までも見ていましたし同世代として同じ業界でやっているグループとしてすごく意識はしていましたと告白。 アイドルの方って全部できないといけないいいととけ僕は思うんですよね。それがすごいリスペクトというかストリートダンサー上がりのパフォーマーとオーディションで選ばれたボーカルっていうところがうちのプロダクションの始まりだったりしたので芸能のバラエティとか全部をやるってできないんですよ。なのでそういう意味でそういう世界で戦っているのがすごくリスペクトしていますねと語った。 それれに藤ヶ谷はそれはすすごいい嬉しいですと笑顔。僕も同じような感覚というか、アイドルとは別だねっていう見方を全くしていない。踊るとか歌うとか、エンタメをやるという大きなくくりでは一緒だけど、何かちょっと他人事じゃないような感じで見ていたところはすごいやりました。なんかプロ魂みたいなものは感じていましたと語ると、岩田も、わかります。ありがとうございますと笑顔で応じていた。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。